はい、どうもこんにちは、とみちゃんですね。ということで、今回も見ていただいてありがとうございますね。ということで、今回もものづくり映像でお届けしたいと思います。あ、チャンネル登録もぜひお願いしますね。ということで、やってみたいんですけど、ここにパッて見てください。これね、パッて、そうするとこうね、ちょっとアンティーク調のね、すごいでしょね、とかこういう鉄のね、置物ね、もう本当のサビでこれなってるんですけど、鉄のね、こういう置物で、これ真鍮のね、置物ね、で、これがエンブレムですけど、でレトロ調のこのちょっと古ぼけた感じのね、こういう感じのやつね、と、よいしょ、あの鉄みたいなね、鉄の感じと、この真鍮みたいな感じと、まあこれ元の型なんですけど、実は全部金属ですから、えい、ね、当たる面にこうくっつくんですけど、鉄だからね、これ磁石ですけど ね、全部つきますよね、磁石だから。これ一瞬見たらどう作ったのって思いません？実はこのね、液体の樹脂、透明なね、液体の樹脂とね、これなんですけど、実際は二液性のね、エポレジン、クリアなエポレジン、これね、液体なんですけど、ビチャ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 ってね、これを固めるとこういうクリアなね、本当にプラスチックの樹脂になるんですよ。で、めちゃめちゃ硬いですよ、本当の樹脂と同じぐらい硬い。エポキシレジンっていうのと、こういう鉄粉を混ぜて作ってるんですよ、固めたもの、ね、で、例えばここに銅の粉とかもあるんですね。銅の粉、真鍮の粉で、これ真鍮の粉を作って、これとこれでこれとか作ったんです ね。で、銅と鉄の粉を振り振って、アンティーク調に作ったのがこれとかこれ、ね、みたいな、めちゃめちゃ面白い。こういうエンブレムとかこういうものを本当に塗装じゃなくて作ると、こう塗装だったらいくらでも作れるじゃないですか、ね、塗装じゃなくて本当にもう透明な樹脂とこの粉で作るっていう、本当にリアルな、だからこう鉄粉なんで全部ジャグにつながる、で錆びさせることもできるっていうのはそこですよね。めちゃくちゃこれはね、チャレンジしてみた、僕も初めてこれあんまやったことなかったんでやったんですけど、面白かったです。そのためにこういうね、よいしょ、型ねをまず作りますね。型を作って、まあこの液体と鉄を流し込むんですけどね、この型の作り方と流し方まで全部この映像でお届けしたいなと思ってます。僕こんなのでいろんなものをね、自分で DIY で作ってみるって思ったより良かったなと思ってます。ということで、この全部説明を映像でしていきたいと思います。ちょっと長くなると思いますけど、きっとちょっとためになるチャレンジ企画でございますので、ぜひ最後まで見てください。それではものづくりスタートしてみたいと思います。えいえい。それでね、作ってみたいんですけど、流れをね、説明したいんですけど、で元型を作って、この2種類で、普通液でゴム型取るんですけど、液ゴムじゃなくて、これ新しくて2個の粘土を混ぜると、これでシリコンゴム型を作れるんですよ。物を作ってゴム型を取って、これとこれを混ぜた粉末を流して作るということをやります。今日は簡単に 3D プリンターで出しちゃう、レッツラドーン。ということで、出来上がってきました。3D プリンターで。いや、可愛いな。ちょっとね、これ見てほしいんだけど、これ見て。めっちゃ綺麗じゃないですか。これ何もしてないんですよ。もう造形したまんまなのに、段々がもうほぼない状態。出来上がってくるんだね。もうこれだけで製品だよね。これを型取って、レジンのやつやってみたいと思うんですけど、それとね、この車のハイエースのね、エンブレム。わかるかな、これよく後ろにハイエースってね、後ろのとこナンバーの横にこれついてる、こういうのもだ、簡単にメタルチックに作るわけですよ、塗装じゃなくてね。本当にこういうの車パーツとかバイクパーツとかめっちゃいいと思うんで、これもやってみたいと思います。こういうなんか看板一緒に作ってみようかな。これアクリルで板材で切って、いや、まずは作りますね。透明のアクリルです。この透明のアクリルを使って、これを作るということです。糸の子で切っていきたいと思います。
1文字切るのにまあまあかかんね。てってれてってってーん、時間ハンカチをかけます。よいしょ、はっ。じゃあこれを剥がすとできてるということで、このように作ってみましたね。あのね、削るの大変だから機械使っちゃった。こんな感じでね、綺麗。ほら、なんかこのまま使えちゃうよね。見て、ほら、ね、このアクリルで作った原型、まあ、原型って呼んじゃいますけど、元型ってね。でこれは 3D プリンターでさっき言った揚げたやつ。この2種類をゴム型取りたいと思います。でね、ゴム型ってね、液ゴムっていうねやつがあるんです。ビジャビジャのこう2液をまいてねやるやつで、あとは液ゴム以外に粘土状のやつでやるゴムも実はあるんですよ。これ結構みんな知らなくて、僕結構おすすめなんですけどね。これとこれを混ぜて作る方、これ今日はねこれでやりますから。だからこれシリコンゴムになるんでね。もう一個が顆粒っつって、シリコンを熱でね加熱して作るっていう、大体3種類がまあ主流で使われてるんですけど、ほんと工場とかだったらね顆粒式の熱でやるのを使うんですけど、一般的には液ゴムっつってね、液でやるっていうのを覚えておいてもらう。これね、粘土用って型なくていいんですよ。これめっちゃおすすめです。こうやって握った状態でも作れちゃうぐらいなんでね、めちゃめちゃ面白いんですけど、まあ今回はねこれ型使ってやってみます。こういう感じでね、この2個のゴムについてじゃあ説明していきたいと思います。4分以内に混ぜて15分で硬化するんで、めちゃめちゃいいですよね、常温でね。だから早くて便利。じゃあやってみたいと思います。でまずはこれの型から置いて、まあシリコン型の取り方はあんま詳しく今やらないですけど、パウダーとかね、パウダーっつって分からないな、本当はタルクっていうのをこうつけたりとかするんですけど、よくある昔ベビーパウダーってこうパタ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 ってやったじゃないですか。あれをこうね、すごいやるとゴムから離れやすいとかありますから、金属によってね考えてもらってもいいかもしれないですね。じゃあやってみましょう。目分量ですけどいってみますよ。えいっ、あれあった勉強になりました。ここに剥がすね、ついてますから、これでね取って、いやー知らないって怖いね。この2つをニュニュって逃げてピッ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 っていう感じです。本当にね粘土こんな感じ。よし、じゃあこれくらいで大体一緒ぐらいかなね。したらこれを混ぜます。よーい、さつ。これが4分ね。またよし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 。で混ぜたら、ここに埋めていきます。ただね、隙間はねちゃんとこうやって空気が入んないようにニョンニョンと入れた方がいいかもしれない。でこういう状態で隙間やったらね、一回ここでちゃんと圧を開けて押しましょう。こういう状態ね、でこうやってやって裏から見えるじゃないですか。わかるかな、入ってない、ほらこうやって。はい、でこんな感じでやったらね、あとはよいしょ、周りをこう固めていきます。でここもしっかりとこの溝にね入るようにして、うん、こんな感じでね、後ろから透明でやったから見えてちゃんと入ったらもうこれで OK です。もうここ汚いけどね、全然裏なんて何でもいいんで、ここに巻いてきます。まずは大事なのは絶対こう溝にしっかり入ること。よし、最後は手で押して、よいしょ、ね、
ちゃんとこんな感じで押してね、しっかりと入れてあげるっていうのが大事かもしれないですね。これいいんじゃないかな、多分予想だけど、寄ってなきゃいいな、ちょっと不安っていう感じで、こんな感じでね、ちょっと汚れちゃったけど、はい、こんな感じでね、ほらできました。本当にね、素人でもできるかっていうことで、うちのね、あのカメラやってるひーちゃんにやってもらって、じゃあ変わるよ。ニーニン、じゃあまず型を作っていきたいので、これを UV ライトでくっつけたいと思います。じゃあこれを使っていきます。はい、固まりました。他もじゃあつけていきます。つきました。じゃあ型ができたので、次はクイックシルを 60g ずつ取ったので、これを混ぜていきます。でさっき作った型に入れていきます。はい、やばい、時間がやばい。こんな感じでじゃあできました。ここまでは初心者の私でも簡単にできました。じゃあこれで硬化を待ちます。はい、そんな感じでできましたね。全然違う。まあこれ映像では分かんないかもしれないけど、めちゃめちゃ硬い。さあできてるかやってみたいと思います。じゃあこれ撮ってみましょう。撮れんのかな。あ、撮れ撮れ。おい、はい、普通にね、こうやってやって抜けるもんだったらいいんですけど、ちょっとこれ複雑だったから、形状がね、複雑な場合は切っちゃいましょう。こういうね、フェザーの買えばメス刃が売ってるんですね、200円とかで。これを使って綺麗にこう切っちゃいましょう。後ろ面切っちゃおうか。こっちビヨーンと、いや、こうやって切ったら開いて、おいっと、抜けんのか。はい、抜けた。わかるかな、ほらこういう感じで型が中にこう入ってるんですね。でここもしっかりつけて、でこれで流してもらうと。切ってみますよ。もう簡単にこうやって取れるんですよ、ほら。でゴムだから切れないですから、ほら、ほらできた、これね。で、こうやってやろうが何しようが、ゴムなんで切れないんで、もうこれどんなぐじゃぐじゃしても大丈夫です。固まってますから。今回流すの、ね、言った通りこのエポキシ系のレジンですね。まあクラフトレジンっていうのを今回使いますけど、これ二液性でね、混ぜて使うんですけど、鉄粉を混ぜてこの液体と、本当にこう鉄っぽく仕上げるってやり方、まあ、海外だとねコールドキャスティングとか言うんですけど、はっきり言ってこの作り方で看板とか、こういうでっかいこうオブジェみたいな看板、おしゃれな銅のね錆びた感じのとか、そういうのとか結構実はねこれで作られてます。ここからが本番でございますね。型取るのはどんなやり方でもいいんで、では行ってみましょう。レッツメイキング。ブルーセップ、あのこういう剥離剤をね少しちょこで、この銅粉をちょっとねこういう感じでやって、こんな感じで振ります。こんな感じでね、ちょっと振ったら、よし、鉄粉を少し振ります。液体を作ります。まずカップ2個用意します。であと液体ね、これね。で、はかりで測ってください。この樹脂は
なんでかっていうとね、硬化が間違えるとゴムみたいになったりとか全然変わっちゃうから、硬化時間も変わるんで、ほんとこれはねちょっと測りでやった方がいいかも、うん、キッチンのね測りでいいと思いますよね。 0g にした状態で 100cc ぐらいでいいのかな。じゃあこれ入れます。じゃあ 50g入れました。で今度これを 50g だから 25g 入れればいいんだね。さあ 75g で止めればいいね。はい、 75g ね。鉄粉を次3分の1入れます。3分の1だからまあ 25g ね、 25g ね。じゃあこれで 25g ね、まあ大体でいいけど、をこの中入れますね。こんな感じで、そしたらね箸で混ぜましょうね。箸でまあ何でもいいですよ、こうやってね。本当だったらここで脱法をかけたりした、一時脱法した方がいいんですけど、まあ今回ね家でやるって言ってるので、まあそこまでお金かけないでやるって方でやってますからね。僕らだったら脱法かけます、一回ここで。でこういう状態でかき混ぜたら、うん、もういいか。じゃあここに流します。ちょっとこうね、そこってゆっくりと流します。でこんな感じで入りましたね、うん、まあ、こんな感じで1個できました。次この中にも入れてみます、うん、こんな感じでこっちも入れてみましたね。真鍮と樹脂の混合を混ぜてみたいと思います、ね、だからやってみたいんですけど、今回はねタルクを塗ってやってみましょう。これね、タルクという粉、この粉ね見えるかな、ベビーパウダーと一緒なんですよ。でこの粉を塗ることによって剥離がしやすくなる。ただ通常これね液ゴムではあんま使わないかも、こういう液体的なやつはね。まあただ一応ね剥がれやすいのやってみてチャレンジしてみたいと思います。液でやったらどうなるかっていうのね、筆でね、ちょっとつけてこうやって感じで、ベビーパウダーでもいいんですよ。こんな感じでね、ベビーパウダー塗っといて、最後。はい、こんな感じでベビーパウダー塗りました。じゃあ液体を作ってみたいと思います。真鍮の粉 20g、硬化剤 20g、これを 40g 入れるって感じですね。じゃあやってみましょう。飛ぶからね、粉は。はい、入れました。そしたら混ぜます。うん、こんな感じでいいかな。こんな感じで今ね流せました。で、固まるのを待ちましょう。こうやって入れるじゃないですかね。でこれ実はこういう樹脂って常温でやると24時間とか結構かかるんですよ。なので60度ぐらい、食器乾燥機とか使ってもいいですよね。硬化時間も早いし、実はね一番大事なのはこの中の気泡も抜けるんですよ、温度かけることによって。だから一石二鳥なんで、こういう乾燥機でやるのも一つかなと思います。じゃあこう入れますね。でこれで80度で硬化するのを待つ。はい、それではバーン、時間がね経ちました。ほんとねちょっと1日置きました。これだいぶね固まりました。もうほらほら、これぐらい硬い感じでねなりました、ね、じゃあこれを抜いてみましょう。お、いけた。おい。はい、抜けました。あー、ちょっと空気がやっぱ入ってるのかな。こんな感じで抜けた。ちょっとね、ここ面とかやっぱ空気入っちゃったね。
いいんです、この逆にこういう雰囲気が。ちょっと面白いことします。ちょっとね、エッチング液ってまあ塩素系なんで錆びるんですけど、ちょっとね錆びさせようかな、これ。さあどうなったでしょう。撮ります。楽しみだな。よいしょよいしょ。ちょっとこれはみ出た部分がね、実はねちょっと邪魔なんだよね。ということで、まあ今日やったのをちょっと映像上見せましょうか。こうでしょね、はい、でこうでしょ、でこうでしょ、黒鉄ね、これね、でこれ元ね、元ね。でこんな感じでやって、映るかな。でちょっと映像上だから横になっちゃうけど、こうねやってみました。なんかめちゃレトロ調の、まあ、仏具っぽいこういうやつか、ちょっとほんと鉄サビでね、ほんとに鉄の人形みたいな、この巣もまたちょうどいいよね。あとこういうレトロのね看板とか、多分ねこうやっていろいろやってみたんですけど面白い。初めてやったから、まあね僕もそんなこれ慣れてないからそこまでうまくはなかったけど面白かったですね。ただ今回勉強になった点は、まずゴム型から剥離させるために、まあタルクだの何でもいいですけど、これ工夫した方がいいかもしれないですね。液ゴムとかだと結構取れやすいんですよ。こういう粘土型のゴムだと結構食いつきが起きてたっていうのが勉強になったことかな。まあ、逆にまあレトロ調にね作るっていうことでスタートしたんでちょうど良かったですけど、本当に綺麗なものやるときはもうちょっと剥離のことを考えてもいいかもしれないっていうのは勉強になったことでした。ということでね、こんな感じで今日のレトロ調看板エンブレムを作ってみたシリーズどうだったでしょうかね。また新しいこともやってみたいと思います、ぜひね。ということでチャンネル登録ね、よろしくお願いします。いいねもね、コメントももらえると全部僕返しますね。ということで、また次の映像でお会いしましょう。ものづくり頑張ってお届けしてきますね。それでは、See you next time!